て中学1年生の女子が行方不明となっていることが分かりました。昨日午後8時ごろ部活動を終え帰宅途中だったとみられる船森せつなさんの行方が分からなくなっており、捜索が隣の学校の子、昨日から行方不明らしいよ。ああ、知ってる。あれでしょ？確か、駅で。そうそう。駅で友達と別れてから、行方がわからないんだって。でもその子って、家帰りたくないって、友達に言ってたんでしょ？普通にただの家出じゃん。そうかもだけど、未だに見つからないのも怖くない？まあ、確かに。でもさ、逃げたくもなるよね。ああね、DV だったんでしょ？ほんとかわいそう。だよね。私も多分耐えられんわ。早く見つかるといいよね。